えっと、今日はですね、AI にちょっと聞いてみたんですけれども、これは私なんですけど、これが。<laughs> えっと、AI に聞いてみたんですが、こういうふうに聞いてみました。これ全部読んでいきましょうか。トヨタの全方位戦略は、英語ではどういうふうに表現されますか回答がこんな感じです。トヨタの全方位戦略は、英語でさまざまな表現が考えられますが、文脈やニュアンスによって適切な訳語は異なります。一般的な表現。 オムニバス・オムニバス戦略はさまざまな要素を網羅するという意味でトヨタの多角的な事業展開を表す際に最も一般的な表現です。マルテファセテット・多面的な戦略はトヨタの戦略がさまざまな側面を持っていることを強調する表現です。コンプレンシブ・ス包括的な戦略はトヨタの戦略が幅広い 範囲をカバーしていることを示す表現です。より具体的な表現。Diversified Product Line s t r a t e g y トヨタの多様な製品ラインナップを強調する表現です。Multi Technology a p p r o a c h トヨタがさまざまな技術を開発、活用していることを強調する表現です。Global Market Expansion s t r a t e g y トヨタのグローバルな市場展開を強調する表現です。文脈に応じた訳語。 全方位戦略がどのような文脈で使われているかによって、より適切な役を選ぶことができます。例えば、技術開発の文脈、Multi Appro Technology Approach、Technology Diversification Strategy、製品ラインナップの文脈、Diversified Product Line Strategy、Product Portfolio Strategy、市場展開の文脈、Global Market Expansion Strategy、 Worldwide strategy business。トヨタの全方位戦略は、同社の長期的な成長を支えている。と例文ね,これねトヨタのオムニバス strategy has been the cornerstone corner c o r r n e of its long-term growth. トヨタの多面的な戦略は、激化する競争の中で同社を生き残らせ <laughs> て,ている。 Toyota's multifaceted strategy has enabled the company to survive in an increasingly competitive market. Toyota's comprehensive strategy places a strong emphasis on addressing environmental issues. 補足、全方位戦略は日本語特有のニュアンスを含んでいるため、英語にそのまま訳すことは難しい場合があります。上記の例はあくまで一般的な訳語であり、より正確な翻訳を行うためには文脈を詳しく理解する必要があります。翻訳のポイント、文脈、どのような文脈で全方位戦略という言葉が使われているのか。ニュアンス、全方位戦略という言葉にどのようなニュアンスが込められているのか。目的、翻訳によって何を伝えたいのか。 これらの点を考慮しながら最適な訳文を選択してください。ご希望であればより具体的な文脈に合わせて翻訳することも可能です。例えば、いかのような情報があるとより適切な翻訳ができます。どのような文章の中で全方位戦略という言葉が使われていますか全方位戦略という言葉で何を表現したいですか読者は誰ですかこれらの情報に基づいてより自然で正確な英語表現を提案することができます。 で私がちょっと書いてみたんですけど、質問もう一回ね。欧米などが取り組んでいる EV 化の流れに対して、トヨタが全方位戦略で挑むとした時の全方位戦略を英語で訳すとどうなりますかで、回答はですね、トヨタの全方位戦略を英語で表現する。トヨタが EV 化が進む欧米市場に対して、全方位戦略で対抗するという文脈での翻訳ですね。全方位戦略は、 英語で様々な表現が考えられますが、この文脈では、トヨタが EV だけでなく、ハイブレッド車や燃料電池車など、複数の技術に同時に取り組むことを意味しています。具体的な表現例、以下にいくつかの表現例と、それぞれのニュアンスを説明します。Multi-Prunched Approach、複数の側面からアプローチするという意味で、 トヨタがさまざまな技術を同時に開発していることを端的に表します。Diversified Technology Strategy トヨタが多様な技術をに投資していることを強調する表現です。Multifaceted Approach to Electrification 電気化へのアプローチが多面的であることを示す表現です。 Comprehensive electrification strategy. Uh, in response to the global shift towards EVs, Toyota's, Toyota is adopting a multi-pronged approach, investing in various technologies such as hybrid. Plug in hybrid and f u e v e のグローバルなシフトに対応し。トヨタはハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車など。さまざまな技術に投資する多角的なアプローチを採用しています。トヨタは、ダイバーシティパワーテクノロジースタジオ、エムズトゥーミニーズ、アブコンシューマーズ、インビエレクトリ、ファイドエラー。 トヨタの多様な技術戦略は、電気化時代における消費者の多様なニーズに応えることを目指しています。その他、全方位戦略をより具体的に説明したい場合は、Hedging its bets や Keeping all options open などの表現も使用できます。トヨタがなぜ全方位戦略を採用しているのか、その理由を説明することもできます。例えば、 to long-term sustainability ensure、長期的な持続可能性を保持確保するためや、yeah. to reduce its reliance on any single technology。単一の技術への依存を減らすためなど。まとめ、全方位戦略を英語に訳す際には文脈や強調したい点によって適切な表現が異なります。 上記の例を参考にあなたの伝えたいことを最も的確に表現しているフレーズを選んでください。より自然な翻訳にするために以下の点を考慮すると良いでしょう。文脈、どのような状況でこの言葉が使われていますか目的、何を伝えたいですか読者、誰に伝えたいですかこれらの要素を踏まえて適切な表現を選びましょう。もし、より詳しい情報があれば、より正確な翻訳が可能です。例えば、トヨタの全方位戦略の具体的な内容。 この戦略を採用した背景、この戦略が目指す目標,目標などを教えていただけると、より適切な表現を提案できます。で、ここで,です、ね、私、これ言ってみたんです。マルティパスウェイという役はどうですかって聞いてみたら、マルティパスウェイは直訳すると、経路のや経路のとなります。これ、同じこと言ってるのこれ。<laughs> しかし、文脈によって、竹色同じだよね。 様々な日本語に訳すことができます。一般的な訳、多経路の、えー、文字通りの意味で複数の経路があることを表します。多岐にわたる複数の選択肢や方法があることを示します。多様な多種多様な要素が含まれていることを意味します。具体的な訳、文脈によってより具体的な訳語を選ぶことができます。例えば、通信分野、多重経路、マルチパス、ネットワーク、 タケイロ。ビジネス、多角的な多面的、医学、タケイロ。Multipathway c o m m u n i c a t is o n i essential for reliable network performance. タケイロ通信はネットワークの信頼性を確保するために不可欠です。すです The company is pursuing a multipathway strategy to expand its market share. その会社は市場シェアを拡大するために多角的な戦略を追求しています。 The drug has a multipathway mechanism of action. その薬は多様な作用基準を持っています。multipathway のニュアンス。multipathway は単に複数の経路があるだけでなく、それらの経路が相互に作用したり、保管しあったりするようなイメージを伴うことがあります。全方位戦略との関連。m 関連。 マウティーパスウェイは全方位戦略という言葉をより具体的に表す際に使用することができます。例えば、トヨタの全方位戦略は EV だけでなく、ハイブリッド車や燃料電池車など、多経路の技術開発を進めている。のように、トヨタがさまざまな技術に同時に取り組んでいることを強調することができます。まとめ。 マウティパスウェイは文脈によって様々な日本語に訳すことができる広い意味を持つ言葉です。全方位戦略という文脈では、多形路の多岐にわたる多様なといった訳語が適切に当てはまる場合があります。より正確な訳語を選ぶためには文脈を詳しく理解することが重要です。もし具体的な文脈を教えていただければ、より適切な訳語を提案できます。では、私がこれでさらに言います。これ最後ですからね。 トヨタのプレスリリースではマルチパスウェイという言葉を使っていますが正しいですかトヨタのプレスリリースでマルチパスウェイという言葉が使われているとのことですね。マルチパスウェイという表現はトヨタが採用している戦略を説明する上で非常に適切かつ一般的な言葉です。マルチパスウェイが適切な理由。 多様な選択肢。トヨタが EV だけでなく、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車など、様々な技術に同時に取り組んでいることを簡潔に表現できます。柔軟性。将来の技術革新や市場の変化に対応するために、複数の選択肢を用意しておくというトヨタの戦略の柔軟性を示,示唆します。グローバルな視点。世界各国で異なる エネルギー市場や規制がある中で、多様な選択肢を用意することで、それぞれの市場に最適な製品を提供するというトヨタのグローバルな視点が読み取れます。マルチパスウェイと全方位戦略。マルチパスウェイと全方位戦略は、どちらもトヨタの戦略を、えー、説明する際に使用される言葉ですが、ニュアンスが少し異なります。全方位戦略、より講義で、さまざまな分野や事業に同時に取り組むことを指します。 マルチパスウェイより具体的で技術開発の分野において複数の選択肢を追求することを指しますつまりマルチパスウェイは全方位戦略の一側面をより詳細に説明する言葉と言えるでしょうまとめトヨタのプレスリリースでマルチパスウェイという言葉が使われていることは非常に自然なことですこの言葉はトヨタの技術戦略を正確かつ簡潔に表現しており多くの読者に理解されやすいと言えるでしょう もしプレスリリースの文脈や具体的な内容が分かれば、より詳細な分析も可能です。例えば、マルチパスウェイという言葉が使われている箇所、どのような技術がマルチパスウェイに含まれているか、この戦略を採用した背景などを教えていただけると、より的確な評価ができます。これ、さのプレスリリースでってあの、これ、音で録音したんで書いた,書いたんじゃないで。 あの口から出た言葉で言っちゃったんですけど、プレスリリースでトヨタがソロ、えっと、マルチパスウェイっていう言葉を言ってたかどうかっていうのがちょっとね、えー、見てないです。すいません。YouTube であの誰かがあの上げてるのを見ただけなんで、これはあのはっきりしません。申し訳ないです。だからもしかしたら、これマルチパスウェイって、トヨタが、えっと、プレスリリースとかあの、正式には言ってないかもしれないですあの。すいませんね。でもマルチパスウェイっていう言葉を使っちゃった気がするので、あのいろんなところで聞くと。 で、これってどうなのかなって思って、これ聞いてみたんですね。はい。ということでした。あマルチパスウェイっていうのは、なるほど。だからトヨタが使ってるのかなと思いますけど、えっと、本当にトヨタが使ってるかどうかは考えてみたら、今最後にこれ言われて、ここら辺のことを言われて、どういう数で使われているかとか言われて、えー、気がつきました。すいません。反省します。<laughs> すみませんでした。えー、でもあの、マルチパスウェイっていうのを使っていいとしてもし、なかったとしても、どちらにしてもマルチパスウェイっていうのはトヨタがやっている仕事に一番マッチした言葉なんでしょうね、これね。はい、マ,ルチマルチパスウェイですね。はい